こんにちは、マサイロです。キャールです。まあ、こちらです。どうぞ。はい、ということで、今日はこのダウンをしながら腕をいっぱい出す練習をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、腕をいっぱい出してるので、まあ、腕を出す練習にもなるんですけども、この練習の目的として大きく2つあります。1つは上半身と下半身を別々に動かすことになれるっていうのが1つ。もう1つは自分の腕や体全体の角度のレパートリーを増やすっていうことですね。で、2つ目の、腕とか体の角度を模索することによってレパートリーを増やすということなんですけれども、まあ、これやってみると分かると思うんですけど、結構自分の腕の出す位置のレパートリーの少なさに最初は驚くんじゃないかなと思います。なんかもうここしか出さないんだよってなると思うので、なるべく毎回違うところに手を出すようにちょっとこう模索するような感じをやっていただければなと思います。まあ、そうすることで毎回違う場所にこう手とか体の角度をつけたりとかをすると、その分、まあ、腕のレパートリーというか体の角度とか、まあ、腕の出し方、見え方のレパートリーが増えることになるので、なんかやりながら、あ、今この角度いい感じだなみたいなところがあれば、それをなんとなく覚えておくと、まあ、こういうことを体に馴染ませておけば、いざ、ソロで踊るときとか、なんかフリーで踊るときがあれば、多分まあ無意識の中でですね、まあ、そういえばこの角度があったなっていうのを体がなんとなく覚えてるかなと思うので、そういう意味でも練習になるかなと思います。はい、はい、ということで前置きが長くなってしまったんですが、早速レッスンの方やっていきましょう。はい、では早速やっていきましょう。今回は僕がやってるのを同じように真似て踊るという練習ではないので、この練習をする時の気をつけるべきポイントとか、なんかどういうところを意識したらいいかっていうのをお伝えしていきたいと思います。動画の後半では、まあ、自分のダンスとか、まあ、ソロで踊る時になんかうまく踊れないとかっていう風に悩んでいる方向けに、最近僕が踊る時に意識しているところとか、なんか踊り方とかをお話ししていきたいと思います。まあ、なのでちょっとトーク系になるかなと思います。はい、ではやっていきましょう。まず最初、普通のアップダウンですね。アップダウンで、まあ実際踊るときにこのアップダウン、この両足ついてるだけのアップダウンってあんま使わないと思うので、より実践的な片足上げるパターンのアップダウンですね。これをしながら、あとは腕を出すだけです。はい、まあ、説明はこれだけと言ってしまえばこれだけなんですけども、多分初めてだと手の位置ですね、手を出す位置のレパートリーがなかなかないと思います。それを探すための練習でもあるんですけども、まあ、これをやるときですね、なんか自分でルールを作ったらいいかなと思います。例えば僕だったらなるべく同じところに手を出さないと、毎回ここだけとかにするとこんな感じになっちゃって面白くないので、毎回違うところに手を出す意識をやるというのが一つ。もう一つは前後も使うってことですね。やっぱこの足を上げた状態にしてただ手を出すだけってなると、手を出しやすいのはこの辺なんですよね。どうしてもこの辺だけでやると、まあ、やりやすいはやりやすいんですけど、まあ、レパートリーでいうとここだけになってしまうので、奥行きを出すっていうことも考えると、ちょっとこう前後も使ってやってあげると、はい、そうすると一気になんか忙しくなると思います。はい、で、まあ、今ちょっとお見せしたんですけども、上下もそうですね、前後と上下と、こんな感じで1個目のこの範囲、手を出しやすい範囲プラス前後にも手を出してみると、で、あと上下も使ってみる。はい、ではここから僕が最近踊る時に意識していることですね、それについてお話ししていきたいと思います。どうしてもやっぱり鏡とかで自分の姿を見ている状態で練習すると、自分の目がこう鏡から離れない程度にしか手が出せなかったりすると思うんですよね、角度的にも。それをもう一回鏡から目を外してしまうと、外す練習もしておいた方がよりいいかなと思います。やっぱりこれの角度だけでも、こうかだけでも
見え方ってやっぱ違いますね。こう視線誘導にもなるんですけど、これだと、まあ、ここを見てくれというのでもあるし、これだと、まあ、この辺に多分目が行きますね。まあ、この違いだけでも、顔が前パターンだったらここから次こうすればというか、この辺を意識してやれば見てる人はずっとこの辺を見てくれるわけなんですね。逆に流れ的にこっち見てほしかったらこっちになんか次の動きを持っていけば、こう流れもこういう風に見てる人もこういう流れで見てくれるかなと思うので、これは最近僕が意識してることでもあるんですけど、踊ってる時に自分のこの流れの向きというか力の流れ、踊りの流れかがなんか違和感がないように、さっきまでここだったのに急にここに行かないみたいな、なるべくこうを見てる人をどこを見てほしいかっていうのを意識して、こう自分の力の流れを意識して踊るようにしてます。その方がこうこんな感じの踊りよりかは、まあ、これはこれで一つなんかダイナミックな踊りをしたい時とか、なんかワンポイントではいいと思うんですけど、毎回これだと、まあ、踊ってる方もしんどいし、見てる方もこの全体で見るパターンになるので、アクセントにすればいいけど毎回それだとちょっとしんどいかなと思います。なのでソロでちょっと悩んでる方とか、自分の踊りがまだつかめないとかっていう方には、踊りの流れですね、例えばなんかこう点が動いてるとして、これぐらいの点が動いてるとして、それを自分がこう動かしてあげてるイメージ、なんかないものを見せるような力ですね。っていう風にちょっと力の流れをイメージしてしながら踊ると、なんかあんまりこう自分のダンスに困らないんじゃないかなと最近思ってます。はい、で僕も結構自分のダンスになんか悩んでたことがあったんですけど、そういう時って結構自分のことしか見てなかったりするんですよね。普通にステップの練習とかしててもなんかかっこよく踏めないなとか、かっこいい角度がつけれないなとか悩んでた時期もあったんですけど、最近ではこの力の流れを意識して練習というか踊ることによって、これってすごいなんかイメージ力とか使うんですよね。で忙しいので、その自分のイメージする方がで、なんかうまくいかなかった時って自分で一番わかるので、その鏡を見ずとも今の流れちょっと急だったなとか、そうすると結局後で見返した時にあんまりこうかっこよくないんですよね。それじゃなくて流れが綺麗な方が後で見返した時も見れるレベルかなと思うので、ちょっと今自分のダンスに悩んでいるとか伸び悩んでいる方におすすめの考え方です。ぜひ試してみてください。今日は自分一人で踊る時の練習法として、ダウンをしながら腕を出す練習っていうのと、ソロとか自分のダンスに悩んでいる方向けにおすすめの練習方法というか考え方ですね、踊る時の考え方、どういうところを意識して踊るかっていうところをお伝えさせていただきました。よかったら参考にしていただければ幸いです。はい、ということで今回の動画は以上になります。よかったらいいねやコメントなど残していただけると幸いです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございました。